ございます。ねえ、結果を発表しすぎたってありがとう、本当にみんなありがとう。あ、今夜お疲れ様って今日のファッションで、今日は普通の T シャツでーす。ねえ、本当にまさか1位だとは思いませんでした。ねえ、ありがとうございます。そう、1位なんだ、ありがとうございます。決勝も一緒に頑張ろうってね、ありがとう、頑張ります。まさか1位と思わなかったって、でも私も思ってなかった。そう、4位だったんですけど、そう、最後皆さんが頑張ってくださったおかげで1位になりました。 ありがとう。あ、そう、劇場からです。あ、今日のアイドルなんかじゃなかったらよかったよって、ありがとう、ありがとう。ありがとうね、こんなに時々。そう、私もね、学校だったんだけど、ちょうどね、お昼休みじゃないですか。で、12時過ぎぐらいに、なんか、はっと思って、もう出たよなと思って見たんですけど、そしたら、はっ、1位だーってなって。やったー、ありがとう。あ、こんばんはって、ありがとう、こんばんは。あ、かぶさん、ありがとうございます。愛中さん、ありがとうございます。今日はね、あ、まだね、途中なんだけど、ちょっとね、ゼリーに杏仁豆腐が乗ってるやつ、あ、違う、杏仁豆腐にゼリーが乗ってるのをいただきました。うん、美味しい。そうなんですよ。しかもアオキーさんと見に来てくださって、これをいただきました。 嬉しいです、本当に。顔しててよかったって、ありがとう。AKB のメンバーがショールームイベント1位になるの初めてなんです。嘘、本当に？ 7733、おじさんが認めた人はみんな出世する、本当の話。嘘、認めてくださってるのかな。 はい、1位おめでとう。翔平さん、ありがとうございます。あ、ニーコさんね、そう、本当に美味しいこれ。あ、こんばんは。あ、ゆなちゃん、お疲れ様、ありがとうございます。 あ、どうも、お疲れ様です。あ、たくさん、ありがとうございます。ありがとう、本当に。え、そう、今日みんなもね、おめでとうって言ってくれたの、優しい、本当にありがたい。こんばんは。あ、ミラーボールありがとうございます。ゆじきょんさん、ありがとうございます。しゆちゃんさん、ありがとうございます。あ、はっしーさん、キャン待ちからありました。お、そう、みんな優しい。そう、あ、さしのりさん、いっぱいありがとう。たけしさん、酔っ払ってますって。 そう、あ、さくらんぼさん、こんばんは。そう、コヒと一緒にスマホよくなくすのって、私そんなつもり全然ないんだけど、でもなんか、あ、でもどこ置いたっけみたいな感じのをやってました。 そう、あ、うっちーさん、みゅーずさん、ありがとうございます。本当に18期いい仲間だよね、本当にそう思う、みんないい仲間です。ねえ、ペタプニプニさん、ありがとうございます。お、嬉しい、今日もめっちゃ可愛い。ありがとう。こんばんは、エナジー1おめでとうって、ありがとうございます。ショールーム1週間楽しかったってね、ありがとう。私もめっちゃ楽しかったです、本当に。7日連続で
配信したこともなかったので、そうなんですよ幸せでしたね、本当に。牛乳寒天は杏仁豆腐だと思ってた。全然違いますよ。美味しいよね、どっちも。どっちも好きあ、12月行くねって18個もさ、ありがとう。そうそうね、嬉しい。そう、1位だったの、おめでとう、ありがとう嬉しい、配信で知れて楽しかったって、よかった。梅味さん、こさん、ありがとうございます。そうそう伝わってましたよ、ありがとう。そう、すごいってね、ありがとうございます。あ、12月25日行きますねって、ありがとうございますサンタさんして待ってますね。え、最後本当に盛り上がってたねえ、ありがとう。あ、こんばんは。お、配信で初めてしましたって、ありがとうございます。あ、おいちゃんさん、ミラボールありがとう。ねえ、嬉しかった。そう、勢い10万とか、もうびっくり、へえと思ってねえ、ありがとう、本当に。なんか皆さんがすごい力を合わせてくださった感がすごくて、ありがとう嬉しい、本当に。そうそう、あ、お疲れって、ありがとうございます。これそう、 あ、お疲れ様でした、ありがとう。本当に一番勢い一番あったよって、ええー、ね、ありがとうございます。あ、そう、古典コメントね。そう、これさ、でも買い方が私には分からなくて、どうやってこのコメントをつけたのかも分かんなくなっちゃいましたあ、これかな、今日はこれにします。ね、本当にちょっと待ってください。99円のチャレンジ続くだけで、お庭さんにお礼を言いたいって、本当にそうなんですよ。もうありがとう今日もありがとうね、お庭さん本当にありがとうございますね。なんかさ、あの100位までやってくださった方のやつを撮ったんですけど、それをこっちで見るものがなくて、そう、そのね、あ、どういたしまして、ありがとう、本当にありがとう、お庭さんありがとうね、すごかった、びっくりしちゃったね、本当に嬉しかった、本当に皆さんもありがとう。そうだからね、お名前をね、その100位までね、全員の方のお名前を読みたいんだけど、ない読むもの止まっちゃうからさ、これなんかいい方法ないかなえ、ね、お庭さんすごかったですね。カンカンさんもいつもいつもほぼ毎日タワーをくださって、ありがとう、本当にありがとうございました。そうそう、こんばんは、ソイミルクさん、こんばんは。ね、紙にコピーするとかあってね。じゃあちょっとこれはお礼配信なんですけど、次ショールームできるときに、で次読みます、印刷します。印刷するか、その画像を iPad に写してiPad で読みます。でちょっと覚えられたら嬉しいんだけどさ、これ止まっちゃうから、これちょっと止まってもいいかな、止まってもよければ今行けますどうしよう。じゃあ手書きがいいなって、あ、じゃあ私がちょっとランキングを書いて、それを見せながら
読むね。そしたら名前が手書きになって、それでいいかな。いいですか、いい人。え、明日以降でいいと思うよだって、優しい。あ、こんばんは、みまさんこんばんは。あ、よしきさんこんばんは。あ、いいよってね。じゃあ後で書きます。また次配信できるときにやります。ね、ありがとう。どうしようかな。でもなんかちょっと考えますね。そう、お礼を。あ、こう今日配信してくれてありがとうって。いやいや、あー、いちゃいさんミラーボールありがとう。あ、濡れつぶれしぼくれさんありがとうって。こちらこそ来てくださってありがとうございます。おー、29行きますって。いや、ありがとうございます。あ、おめでとうって。みやまさんありがとうございます。ドボンは、ドボンはね、もうこれから頑張ります。そう、最近は本当に夜もできなくって、今日もね、本当はね、もうちょっと早くね始める予定だったんですけど、もうなんかいろいろ終わってよしってなった時にはもう30分ぐらいだったんで。そうね、今日はねできないから、また明日からやりますので、ぜひ。そう、今日はね画角が違う。そう、今日はね劇場からね。ありがとう。あ、毎日やってるよって、ありがとうございます。本当にもう私もこれから毎日、もう朝から頑張っちゃいます。ぜひ皆さん朝から一緒にやりましょう。そう、みんなはねもう帰りました。あ、1位なんだよね、本当におめでとうって。ありがとうございます。コーラ飲んだで。え、飲んでないです。後ろの壁紙が水色に見えるって。ピンクです。それはこのカーテンはピンクです。あ、今日の声も可愛かったです。カズさんありがとうございます。こんばんはって。今日俺配信してくれると思わなかったって。いや、なんかもう本当にしたくって、でも今日できないかなって思ってたんですけど、なんかできそうだったのでちょっと急遽やる方にしました。そう、本当に今日やりたいと思って。そう、こんばんは、こんばんは。終わりな、お疲れ、配信ありがとうって。いえいえ、本当にとりあえず公園行きたいです。りょうじさんぜひ来てください。今日はピンポン玉チャレンジ、あ、チェキ取りました。4人の方と今日は取れました。初見でした、僕です、ありがとうって。いやいやいや、まさよしさんありがとうございます。通知来てびっくりしたって。そう、本当はね公演が始まる前にお知らせしようと思ったんですけど、もう気づいたら始まる時間になっちゃって。そうなんですよ。あ、決勝戦も頑張ってね、ありがとうございます。チェキ取りたいで、ぜひぜひピンポン玉成功させてください。ありがとう、こんばんは。あ、宮地さん、浩二さん、ありがとうございます。コーティエートグループ上流のメンバー、そうね、本当に嬉しい。私が初めてなんて本当びっくりです。あ、チェキはまたリベンジします。夏希さんありがとう。あ、ロボーナさんありがとうございます。長月さんありがとうございます。ね、本当に決勝戦、決勝戦ね、まさか出れると思ってなかったんで。え、お話し会追加しましたって、ありがとうございます。ありがとう。今度は劇場で会いたいなってね、ぜひぜひ。そう、お話し会も多分今12月かな、なんか最終ですかね。明日はね多分配信できないんですよ、多分1日なんかは。そう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 、一応おめでとうってありがとうございます。あ、23、24ってありがとうございます。握手楽しみやなって。こちらこそ。え、そうだから、みんなね、みんなおめでとうって言ってくれました、本当にね。今日は当たらなかった、
久しぶりに、来てください。あ、よしきさんありがとうございます。ラボーナさんありがとうございます。